お疲れ様。お疲れ。そう、今日は東京に泊まってます。長かった。そうなの。しかもずっとなんか喋って歌ってるからねえ、もうね、途中からね 喉がねガサガサになってて、ソフトクリームありがとう。そう、アイドルズのお稽古。そうなんですよ。楽しみすぎ？わわあ 脳内、すごい、もう回転しまくりだよ。なんかね、そうだよ、もう本当になんか途中から頭が回んなくなってきて 回ってないわ。頭が回転とか言ったけど回ってないです 思考停止。はい、ありがとう。表参道行った。いや、ギリ行けなかったんだよね、実は。その30までやってたんですけど、ツアーが29にあって、29までずっと広島いて、あ、広島じゃないや、28までずっと広島、そうそう、27まで広島いて 28、29、あ、嘘嘘嘘、え？え？ 28、29、30は神戸行って、で、今日から東京いるんで、ギリ行けなくって、どこにいたか、そう、自分もちょっとどこにいたか分かんなくなってきます。なんてことでしょう。そう、間に合わなかったですね、ギリ。いけなかったのよ。ありがとう。すごい、なんかハートのやつすごい、ありがとうございます。そう、でもね、そう、みんなが結構代わりにたくさん見に行ってくれて ありがとうございます。スイパラ行けなかった。スイパラは広島のスイパラに1回行きました。でもそれ以外は行ってない。東京が今日までだったんだけどね、ちょっとそのスイパラは行ってないです。上野は行ってないですけど。そうなんですよ。ありがとう、スイパラもね、たくさんね、みんな行ってくれて、ラーメンもね 食べてくれて、ありがとう。結構理想のアイス、ありがとう。初見さん、ありがとう。中村舞です。愛媛県出身です。いやね、ちょっとなんてこっただね。なんかね、顔がね、顔がちょっとね、もうね、ちょっとですね、ちょっとリップぐらいつけよう。すりました。よろしい。今日ね、メイクしようと思ってたんですよ。メイクした方が、まあ、モチベが上がるじゃないですか。絶対メイクしようと思ったんですよ。で、そしたら、新幹線乗ってたんですよ。朝一っていうか、そう、乗ってたんですよ。本当に、一瞬で東京着いて、もう本当にびっくりしたの。気づいたら東京にいたの。もうびっくりして、ああ、ああ、ああって。こりゃダメだこりゃ。びっくりよ。もう本当に一瞬で着いた。盛りすぎ？いや、本当に盛ってないの。マジで。しかもね、今日ね、なんか稽古が
なんか大体大学の授業みたいな感じでなんか90分ぐらいずつやるんですよ。なんで、まあ、90分ずっと通しでこうなんかいろいろやって、で10分ぐらい休憩して、でまた90分間ぐらいずっとダーってやってっていう、なんかそう大学の一コマ一コマみたいな感じでずっとやってるんですよ。でもうそれがもうそのちょっとの休憩時間に意識が飛ぶように寝てしまうんですよ。もうパソコン、いや大学、私大学行ってないんですけど大学感じてますもん。でグラフは寝る、ツヤツヤにね、唇はツヤツヤにしないと。よいしょ。体育大学、体育じゃないんだけどなあんまり。ふとくりかき氷ありがとう。90分、いやそれがなんか長いと思うじゃないですか、90分ってだけ聞いたら。マジで体感20分ぐらいなんですよ。びっくりします、本当に。いや、え、もう90分経ったみたいな感じですね。びっくり。リップ何使ってる？これね、ロムアンド使ってます。じゃーん。私はこのブルベサマーって感じの色がすごい好きなんで、ピンク系です。じゃじゃーん、これめっちゃいいよ。06番。集中してる、うん、集中。一日体感何分くらい？一日体感2時間。いや待って、90分で20分に感じるってことは、計算ができんね。あ、計算ができませんね。そんなことはないね。5時間ぐらい。いや分からん。6時半、6時間半。かき氷ありがとう。でもね、アイドルズは、まあ、あんまり、まあ、あ、集まる、8月は何回か集まるんですけど、そんなにたくさん集まれるわけじゃないので、そうなんかね、そうなんですよ、ちょこちょこ集まる感じなので頑張らないとですね。でも眉毛が出るのが気に入らない。氷ありがとう。手怪我した？え、してないよ。なんかついてる？氷ライトありがとう。指輪とかしてるの見たことないかも。あんま指輪せんな。ましませんね。するときはするけどましませんね。みんなよく見てるよね、私のこと。めっちゃ思う。かき氷ソフトクリームありがとう。
リングしてない。おしゃれだよね。クリありがとう。指輪には意味があるらしい。知るかそんなの知るかそんなの。把握してません。スマホのツイッターのアイコン変わった？え、変わってない。なんか X になったんでしょ？みんな X になった？私はね、まだツイッターです。ギーあれ？なんかさ、アップデートせんと X にならんの？私も鳥だよ。ピヨピヨ、青い鳥。勝手になった？え、なんかさ、勝手にアップデートされるやつあるよね。私もなんかアップデートがたまったら勝手にされてる時あるんだけど、今まだしてないから自分で。そう、あ、みんな鳥、鳥の人多いよ。Xになったって。今日 X になった。あら。でもさ、中の仕様はそんな変わらんのよね。中の仕様も変わるん？あんまり把握しとらん。鳥？鳥、鳥の人多い。変わってないんだって。見た目がさ、黒いよね確か。なんか真っ黒じゃない？真っ黒に白？黒のアイコン。ツイートって言い方が変わる。え、なんだっけ、ペケ、ペケだっけ。え、なに、ペケる、そんなこと言わん。X る、あ、なんだ。まあね、何も考えてませんねあんまりなんか青い鳥のまんまだし、自分まだ違和感なく使ってるよ。何にも何にも考えてない。みんななんかさ、 X になったーみたいになってるけど、全然もう、なんのこっちゃ。ウッドクリームとマイク、ありがとう。そのうち慣れるよ。ツイッターって言葉はなくなるのかな。いや、あるんじゃない。みんなさ、 X だけどツイッターって言うんじゃない。そんなことないかな。なんかさ、広島にさ、イオンがあるんだけどさ、そのイオンのことをソレイユって呼ぶんですよ。
なんでソレイユって言うかっていうと、それ昔ソレイユってところだったんだって。でも変わってイオンになったらしいんだけど、みんなソレイユっていうの。その感じと一緒で、多分みんな変わってもツイッターって言うんじゃない？わかんないけど、なんか変わってもさ、ずっと親しんできたものを、だからツイッター。ジャスコっていう、あ、ジャスコあるよね。なんかね、広島ね、ソレイユっていうのがね、あるの。私もなんかね、ソレイユ、ソレイユってみんなが言うけんね、言ったけどね、なんでソレイユっていうか知らんくて、ココアさんが、なんか、こう言ってたってのを、そう。ココアさんから聞いた。広島の人が知っている。そう、なんか、府中？そう。イオンモール府中。広島あるある。これ広島あるあるだと思う。広島あるあるよ。みんなイオンのこと、あの、府中じゃないや、ソレイユっていうあるあるです。前髪切るご予定ありそう。なーい。なんで長い？違うんよ、帽子をね、ずっとかぶってたんですよ、こう。だから前髪が潰れちゃって、こうやって普段こうやって歩いてます。前髪が抑えられた。ソフトクリームありがとう。父球にあげたのでは。 お父さん、あの、帽子いっぱい持ってるんですよ。そう、キャップいっぱいある。そうなの。お父さんがさ、私のなんか、私 STU の T シャツをすごい欲しがるんですよね。でさ、なんかさ、もうなんか多分あんまり持ってないの、グッズっていうか T シャツ系のグッズをね、あんま持ってなくって。でなんか、あの、神戸になんか服フェスの T シャツ服フェスの T シャツをね、着てきてたんですよ。で、なんか、もう、あれ、黒と白があるんですけど、二色展開なんですけど、黒の服フェスの T シャツ着てて、なんで、あ、これ着てきたみたいな。それ着てきたみたいな。そしたら、なんかお姉ちゃんが、いやー、でもね、ライブ、見る前はね、白い服フェスの T シャツ着とったんよってね言ったってね。なんかライブに行くまでにまず白い服フェスの T シャツ着て、でその後なんか着替えに行って、黒い服フェスの T シャツに着替えて参戦してライブを、謎になんかその色をなんか変えて参戦して、もうね、意味が分かんないんですよ、もう本当に。そんなこだわり。そうよ、
しかもね、ちょっと前に会った時も福フェスの T シャツ着てたんですよ。しかもそれは別になんかフェスとかじゃないですよ、全然違うけど普段使いもしてるんですね、福フェスの T シャツをそう、ずっと着てて、なんてこった、ずっと着とるみたいな。きごりありがとう、ね、グッズをね、そう買って、いや、そうで T シャツくれくれってすごい言われます。あい、ありがとう。オールスターの オールスターのその T シャツもなんかお姉ちゃんが欲しいって言ったんですよ。その後お父さんが欲しいって言って、そしたらなんかお母さんも欲しいって言って、なんかみんなで欲しいって言ったんですよ。で欲しいって言われてももう困るじゃないですか。だからなんか飾るって言われて、はい、飾るみたいです。もうなんか着ずに誰も着ることなくこれは飾ろうって言って飾るらしい。1個しかないよ。神戸の T シャツ、え、何、神戸の T シャツってツアーの T シャツってこと？ツアーの T シャツはね、あれ、私はね、あれなんですよ、アンコールで着てるやつはね、最終日にだいたいいつももらうんですよね、 T シャツ類は。なんかツアー T とかは最終日にそれも着て帰っていいよみたいな感じで千秋楽でもらったりしますね。そうね、ずっとそれ使ってるから。売り切れてた、あれね、光るの文字が、あの暗いとこで見たら。そうそう、衣装です、衣装ちゃんと名前が中に書いてあって、私ピンク、あの2色あって、ピンクとあれ黒なのかな、紺かな。暗いとこで見るとね、文字が光るの。なんかピンクっていうか紫っぽくも見えるけど、ピンク紫みたいにも見える。正式に何色なんだろう。うん、あれ紫なんかな。アンコールの T シャツって毎回洗って着るの？あの衣装さんがね、そう、洗ってくださってます。そうなんですよ。ありがとう色でなんか分かれてんだけど、何色でしょう。なんかさ、サインボールをさ、今回さ投げるところがあったので、ね、まあ一人一球投げるんだけどなんかさ、自分のサインが書いてあるんですよ。だからさ、まあ自分の推しの方に届いたらいいなと思ってね。そう、一部も二部もね、まあ、サイリウムを見て大体投げてたんですけど、私なんかこう上からこう上にこうポンって投げることを全く考えてなくって、なんかもう野球みたいに投げちゃったんですよ。普通にもう野球みたいに、まあそんな高速球なんか投げれないですけど、コントロールなさそう、まあコントロールもないんですけど。そう、そしたらそう、なんか
私推しの方に多分当たったんですけど、すごいなんか、いたみたいな感じがして、めちゃ申し訳なくって、そう、なんか跳ね返って、もうごめんって思いながら、取れんよ。いや、そうよね。難しいよね、取るの。投げるのリハあった。なんか投げるリハもしたんですけどね。全然投げれなくてね。いや、そう、私、一部かな。昼公演、夜公演、どっちもあって、昼公演の時に、そう、私推しの方にすごいもう、なんですか？もう、すごいもう、なんですか？行くよみたいな感じじゃなくて、ピュッて投げちゃって、ヒューンってなって、申し訳ないと思って。みちさんが最初、いや、そう、なんかみちさんもみちさんがなんかソフトボール式で投げてたんですよ。こうブンブンってこう回してポンみたいな。そしたら1列目の人にちょんって行っちゃって、もうもうそれの瞬間がもうめっちゃ目の当たりしちゃって、もう直撃なんですよ、ちゃんと。もう、皆さんも来る準備をね、しといてください。もうちょっと申し訳ないんですけど。これありがとう。ね、神戸は2回、3回あったんですけど、ちょっと私は、リハで2回に挑戦したんですけど、全然届きませんでした。やっぱね、上に届けるのにはね、ちょっと力が足りない。全然届かなかった。リム、ありがとう。そう、ココアさんがそう、すごい。3回か。すごい。届くの。1個しか投げない。うん、でも16人だから16個飛んでくるよ。ヒューシュパパパパーン。そうよ。いや、ちょっとね、あれはね、バズーカないですよ。このバヒューンみたいなやつでしょ。ないよー。私の腕頼み。ちょっとね、ボールが遠くに届かない。ソルトクリームありがとう。あれ、なんかさ、撮る人たちも大変だよね。だってね、グローブなんてないしね。大変ですよね。取れないですよね。ね、難しい。グローブ持ってくる。みんなね。嬉しかった？なかなかないよね。ありがとう。
ちゃんとこう、こういうの投げようと思います。こういう、何ですか、ピューン。アイスかき氷ありがとう、氷。いや、山なりっていうか、そう、山なりです、山なり。もうなんかね、コントロール力がないんですよ、本当に残念なことに。あれは変、フードクリーム、これありがとう。初見さんありがとう。中村舞です、愛媛県出身です。あ、リオちゃんが夜更かし中、やっほー。夏休み、いいね。今日はね、そう、夏休みじゃないんですけど、千穂ちゃんと一緒にプール行きたいねっていう話してて、本当に行きたい。でも私水着持ってないんですよって言ったら、貸してあげるよって言われて、えぇ、ー、って、水着ってそんな貸し借り、みたいな、いいんですかみたいなあんま水着の貸し借り聞かんけど、いいんですかみたいな、まあ、買おうかなと思って。千穂ちゃんも泳ぎ得意なの。え、それがなんか、千穂ちゃんがなんかこのツアーの MC で、舞ちゃん平泳ぎが得意って言っとったよねみたいな、実は私も平泳ぎが相当得意なんよねみたいな、だってそうで、それからプール行きたいねっていう話になったんですけど、なんか千穂ちゃんも平泳ぎだったら永遠に泳げるらしい。平泳ぎで、なんかさ、イモスで平泳ぎ対決したいよねっていう話を当時としてたんですよ。どっちがずっと平泳ぎできるのか、ガチ泳ぎ、いや、ガチ泳ぎ、あのプールに行ったらガチ泳ぎじゃなくて、あ、なんかこういう、何ですか、ピュー、滑り台っていうか、何ですか、スライダーがあるとことか、回る流れるやつ、プールがあるとことかに行きたい。行きたーい。流れたい。平泳ぎ、千穂ちゃん勝利でニコニコなの想像できた。いや、待って、だから私もすごいですから、私も負けません平泳ぎは結構、平泳ぎずっとできます。本当に私泳ぐの得意なんで。私、あの、何ですか、粘り強さあるんでそうですよ。平泳ぎ耐久レースしたい。速い？いや、速くはないかも
ナイトプール的なのは、いやナイトプールはなんかちょっとな、なんかって感じのイメージがある。ナイトプール全然行ったことないけど、勝手なイメージ、なんかこんな感じ。ナイトプール行ったことある人いるのかな。そんなことない。なんか音楽とかがかかっててそんな感じがある。なんかサングラスとかして、あ、でも夜だからサングラスいらないな。焼けないし、まあそうよね、焼けんのが一番いいよね、それは思うわ。メリットですね。トロピカルな飲み物わかる、なんかこう黄色っぽくって、こういうストローが、こういう器で、ハイビスカスついて、わかる、イメージある。で、あの浮き輪の上にこう乗って浮いてみたいな感じで、ふぅこんな感じの勝手な、そんな想像してる。全然違ったらごめんなさい、本当に。これありがとう。行きたいですね。プールいいですね。え、ちょっとナイトプールじゃなく普通に昼間にプールに行きたい。なんかナイトプールはスライダーとかないイメージなんですよ。なんかスライダーがあるのはなんか結構お昼に営業してるやつ。水着だと買わんとない。そうね、ないね。買いたいですね。ハトクリームありがとう。姉貴は持ってないかな。お姉ちゃんもね、プールとか行かんないよ。全然。うん。見てないと思う。ありがとう。なんかプールの匂い結構好きなんだよね。なんかあの、あれ何の塩素かな、分からん、なんか独特なプールの香り結構好き。なんかうわー夏だーって感じる。目洗う水道知ってる？え、知ってるよ。え、なんかさ、学校でさ、プールの授業があったら絶対目洗わないといけなかった。こう、なんか上を向いてるやつ、こうやって回したらピューって上に出てきて、こうやって下向いて目洗わないといけないんですけど、なんか今考えたらちょっと怖いな。あれなんかでもマストでやってたよ。絶対やらないといけなかったよ。
え、今ダメなの？そうなの？今ないの？意味ない。そうなの？なんかさ、目悪いから、なんかその塩素とか入ってて悪いから洗った方がいいよみたいな感じで。あったよ。私小学生の時あれやってたもん。何？腰洗いそうって。何ですか？腰洗いそうって。それは分からん。腰洗いそうとは。地獄のシャワー。 何？地獄のシャワーって。シャワーはあったよ。腰まで浸かる消毒？何？浸かるやつ？何それ？知らん。何それ？入る前。入る前は普通になんかシャワーがあって、それをジャーって浴びて入ってたよ。半身浴、使ったことはないかも。そのね、あるの？知らん。それはちょっと知らなかった。当時もこれ意味あるのかって思いながらやってた。 あ、そうなの？飛び込んで、飛び込み禁止だったよ。なんか飛び込み禁止の時代だったよ。なんか絶対に飛び込んじゃダメだったよ。飛び込んだら怒られてた。入って、時代とか、なんか昔は多分飛び込み OK だったんじゃないの？わかんないけど、飛び込みは禁止でしたね。笛吹かれる。ピピー。なんか小学生の時に命札ってやつがあった。かまぼこ板をみんな持ってくるの、おのおのの。なんか名前書いてデコレーションしたかまぼこ板を持ってって、そのかまぼこ板を監視員の人に預けるんですよ。そしたらそのかまぼこ板、名前のついたかまぼこ板を見て、で、あ、この人たちが今プールに入ってるんだなってのを把握してもらってて。 そう、それが命札っていう。そう、そんな文化があった。愛媛だけ？そうなんかな。待って、なんかね、かまぼこコンテストみたいな、かまぼこ板コンテストみたいなのもあったの。愛媛ってかまぼこ有名なのかな。かまぼこ板で何かしがちなんだけど。なんかかまぼこ板結構活用してます。かき氷ありがとう。そう、そのためにかまぼこ食べるの。なんかかまぼこ板コンテストみたいなんがあるから、かまぼこ食べないとって言って、でみんなでかまぼこを集めて、かまぼこの板を集めて学校に持ってくるんですよ。でかまぼこの板でなんか作るんですよ。愛媛の方いませんか？これ愛媛の人通じるのかな。これ愛媛の人だけ？ かまぼこ板のコンテストみたいなのがあったんだよ。なんか、かまぼ、美術みたいな。かまぼこ板の美術みたいな。
で、なんか小学1年生の時に受賞したの、あのクラスでかまぼこひたたコンテストで小学1年生の時にクラスで受賞して9人だったんだけど、そうで、なんか何書いたっけな、なんか2枚1人2枚かまぼこ板使って、1個にはなんかお嫁さんで、もう1個にはお婿さん書いて、なんかかまぼこ板の夫婦を作って、で、あのみんなで作って、そしたらなんかクラスで受賞してなんか夫婦みたいな、お嫁さんたちみたいな、私めっちゃ記憶ある、これゴーリーありがとう。そう、かまぼこ板になんか新郎新婦書くので、さ、なんか小学1年生の時にさ、授賞式みたいなのに出たんですよ。でさ、なんかインタビューみたいなのされてさ、みんなの前で、でさ、なんか何とかですか何とかですかって言われるけどね、その何とかですかって言われる言葉の意味が全然わからんすぎてさ、もうわからんけん全部はいって答えようと思って、はいはいってずっと言ってたら、なんかめっちゃウケてなんか自分が何を言ったかも覚えてないんですけど、小学1年生に多分聞く内容ではない、そう、わからん単語をいっぱい言われてもう全部入って、分からんけど入って全部答え、小学生の時言葉分からんよね、私言葉分からんくて焦ったことめっちゃいっぱいあるもん。愛媛だけね、そうかも、愛媛だけかも、ね、しかも何でも「はい」っていう癖があったの、分かんなくてもとりあえず「はい」って言っとこうっていう気持ちで「はい」って言ってたの。分かんなくてもね、イエス、困らない、え、困ったよ小学生の時に本当に、なんかこれ前も話したと思うんだけどさ、なんかおまんじゅう屋さんに行って、お母さんにおまんじゅう買ってきてって言われて、おまんじゅうをね買いに行ったんですよ。で、おまんじゅう10個くださいって言って、そしたらなんか包装しますかって言われて、で、なんかえ、包装って何って思ったけど、まあ分からんけど、まあ、はいって言ったんですよ。でも包装が、私はもう包む方の包装なんか知らんくて、こう包装される方だと思って、あ、もうこれ私中村舞さんおまんじゅう10個お買い上げって本当に町内放送されると思って、もうずっと冷や汗が止まんなくって、どうしようみたいな、もうドキドキしながらずっと待ってて、そしたら紙に包まれたおまんじゅうが出てきて、で、なんか放送されんかったわと思って、お母さんに聞いたら、なんかこれは放送っていうのよって教えてもらって、こうやって人は学んでいく。ごめん、ありがとう。日本語って難しい。え、そうだよね。だってさ、同じさ、なんか言葉っていうか、でも違う意味いっぱいあるもんね。漢字が違ったり。同音異義語？
だからイントネーションは大事なんだと。なんだってイントネーションが大事だと。あん、そうかそうか、ふんふん、ありがとう。なまってるんですよ中村。なんかこの間ねココアさんに言われたんだよね。なんかあの病院の話してて、でなんかあの救急あるじゃないですか、あの何ですか、あの急ぐに救うで救急、あそうそう、それそれそれで救急ってかっこいいですよねみたいな話をしてたんですよココアさんと。そしたらなんかさみたいな、前さ救急じゃなくて救急じゃないみたいな言われて、でいや違いますからみたいな。それでなんかすごいあの論争になって、でなんかだって救急車って言うくないみたいな言われて、いや救急車は救急車ですけど救急は救急ですからみたいな、でちょっと揉めたんですよ。ココアちゃんが正しい、いーそうかもしれない、どっちも正しいもん、違う違う、なんかこれどっちかとかじゃなくてキューキューっても言うの、絶対言うよ、絶対言うって。言わん、いいや私が言います。中村舞のイントネーション辞典作ろうかな、中村舞専用イントネーション辞典、中村舞ならこういう。そうしようかな、需要ない。間違った辞典。中村舞のイントネーションすべて真逆、定期。喧嘩売ってんのか、やんのか、寝る前、もう寝る前に喧嘩売られました。今日はバチバチしながら寝ようと思います。この喧嘩売られたことを根に持って、8月バイバイ、なんてことですか、早かったね、8月だって明日から。夢の中で戦おう、夢の中で会いましょうは聞いたことあるけど、夢の中で戦いましょう、待って男女呼ぼう、カロさん、浅香さん、福太郎さん、水吉さん、ボンちゃんさん、N2F さん、シーサーさん、マンモスビアさん、もとまちさん、くまねパパさん、ケンジさん、きなぺこさん、ありがとうございます。みんな7月もありがとう、8月いっぱいあるよ、なんかいろんなこと、ティフもサマステん？サマステもツアーも3会場あるし、
ぱいいろいろあるよ。8月もよろしくお願いします。皆様おやすみなさいませありがとう、結婚しても氷もありがとう、またね、おやすみキラン。